月の雫とカツラの6月の雫は山梨県の名物菓子で山梨特産の甲州ぶどうを遠いでくるんだもの。白い液状のザラメを練って加熱し、その中に生のぶどうを入れることによって作る。この名称は、ぶどうが月の光を吸って育つという伝承が元になっているとも言われる。生のぶどうを用いるため、販売期間は9月から翌年2から3月頃までに限られる。 起源については二説あり、一つは1723年の秋、甲州八日町の牡丹亭金賞が庭です。砂糖を、煮ていたところ、棚のぶどうが偶然落ちて、入り込み出来上がったというもの。これ、甲府藩主の柳沢義里に献じて、月の雫の命を賜ったと言われる。もう一つの説は1877年、松林県の三代目鈴木温氷映画に先で、 砂糖を煮ていた際、同じようにドウが偶然落ちてできたというものである。江戸時代には、海の国の勝沼の一部で、甲州ドウが生産されている。甲州道中期では、勝沼名物として、ガツの雫が紹介され、桶で仕込んでいる図が記されている。ABC 山本光光編、百科事典東京堂、出版、1997年、162ページ。 ABC 沢文夫、月の雫、日本大百科全書、2016年7月31日、閲覧。甲州食べ物気候、ピアニッシモ、64から65。甲州食べ物気候、ピアニッシモ、64から65。ありがとうございます。